はい、おはようございます。うん、はい、今日は8月の11日日曜日です。はい、暑いですね。中は月下美人さんの着物の肌着ワンピースのネイビー着ております。はい、で、タンクトップ今日も着ております。はい、まあ30度は行くんですけど、32度くらいかな最近。うん、で25度6度ぐらいまで夜は下がってて、湿気がそんなにもない感じで、日陰行ったら、あ、こんな暑い日でも風が気持ちく感じるんだねっていう感じ。夏らしい季節、夏らしい天気、夏らしい季節ってなんだ夏らしい天気になってます。湿気ムワムワじゃない感じかな、こっちでも。ひどかったけどね、梅雨の湿気の多い時の気温の高い時、息ができない感じだったけど、そんな感じは今はないですね。とはいえ暑いですよ。本当に体は暑くてだらけちゃってぐったりみたいな感じになりますよね。8月も今だって11でしょ、もうお盆でしょ、もうやわら、それはね、ちょっとしんどいわね。もう体もね、疲れてきますね。そんな時に、お盆休み、お盆休みは大人にとっちゃ大変ですよね何にも休めない普通にね、あの、実家に帰ってお墓参りをされる方は大変なだけだと思います。暑いんで気をつけてくださいね、運転とかね。お盆といえば、お盆って何日からお盆ですか？まあ、有松鳴海絞りを着ながらお盆の話をしておりますが、お盆っていつですか？当然ながら床屋育ちの私にはお盆は分かりません第3日曜日付近ですはい、親のお盆休みは第3日曜に絡んだ日月だけだったんで、私はもともとお盆ってよく分かってなくて、なんですが、やっぱりまあ小松で工場を持ってるので、食パンのトントンでね、やっぱ工場はお盆休みがあるんです。お店はないんですけどね、小松店さんの方はないんですけど、工場はお休み、お盆はお休みにしてるんですけど、工場の人に聞くとお盆休みは14から休みが欲しいと。で、14、15、16、17あたりまでがお盆としてお休みが欲しいというお話だったので、工場は、12日が祝日なんですけど、13日平日で、そこだけ仕事で、その後お盆休みという。でもなんか、あの、多分全国的には13からお盆だと思うんですよね。ちょっと後ろにお盆が来るタイプの、そういう地域性みたいで、確かにお盆って言ったら、まあ15日のことかななんとなくね、15、16かなみたいなそんなイメージがあるんですけど、本当なんか地域によっても違うし、もう下手すりゃ村によって、檀家さんによって違うと思うんですけど、あの、微妙にね、そのお寺さんとかによっても違うと思うんですけど、あの、これ全国で統一、もしゴールデンウィークみたいにすると大問題になるなと思いますこんな小さい工場でもいつがいどうのこうのっていう風になるんで、うん、
それだけ日本はその地域その地域のその決まり事っていうのがしっかりと根付いてるんでしょうね、昔から。例えば、田んぼのその稲の実り具合に合わせたりとかかもしれないし、そこら辺は分かんないですけどね。はい、で今日は有松鳴海絞りに、モタハンさんの網戸帯に、ヒビヒモのみかん色です。今のご時世、なんだかんだね、国がしゃしゃり出て、何でも決めたがるんですけど、本当にそういう風習などは決めるなよっていう感じですね。風土によって違って、当たり前違っていいんです。社会主義国家じゃないんで、日本は自分たちの、考えで生きている人たちが多いんで、何でもかんでも国が決めるなよと思いますね。本当にね、大きなお世話だよっていうやつですね。本当でもやっぱね、大企業がお盆と決めたところが結構お盆に絡んでくるので、大企業が増えるとそういうずれた、ちょっとずれてるところとかはなかなか難しくなってくるかもしれないですけどね。今日はね、足元もこたびにしてるんですよ。日曜日どこ行くわけでもないんで、ゆっくり家でくつろぐときに、やっぱり裸足だとちょっと広がってきちゃって、足がむくんできちゃってダメなので、冷房がね、冷房使ったりもするんでね、むくみやすいですよね。なんで、こたびだけは履いとこうと思って、とりあえずこたび履いてます。もし、結構真剣に、ショッピングモールとか、お散歩するっていうんだったら、足袋に履き替えようかなって思うけど、昨日も足袋履いててよかったと思った。本当買い物カートを思いっきりぶつけましたもんね。下手なんですよね、ああいうの私。すぐぶつけるんですよ。自転車も押してたら、真ん中の、車止めに思いっきりぶつけたことがあります。それぐらい本当に 下手なんですよ。すぐぶつけちゃうんですよ、ああいう手のもの苦手で。なんで足を守るために ショッピングモールで何か買い物するんだったら足袋履きますけど、家の中は今はちょっと楽にしてたいので、こたび履いてます。こたびもね、昔買ったなりの頃は本当に親指も出ないし、人差し指も中指も全然出なかったんですよね。指が短いのかなと思ってたんですけど、指が伸びてなかったし、指の先が力なかったんですね。なので全然出なかったんですけど、今しっかり出て、親指、人差し指、中指ぐらいまでは指の腹がしっかりとつくようになったので、こたびがずれにくくなりました。やっぱり指の力がないとこたびはずれますね。これは前から思ってたんですけど、こたびの形自体が確かにずれやすいっていうのはあるんですけど、指が力ないとずれていきますね。なので指の力をつけていくと、しっかりとギュッてできるようになるとずれなくなるんですけどね。それをすることによって、結構血流が良くなるんです。はい、今日こんな感じでございます。
いい感じ、うん、黄色いいね、帯締めね、うん、この帯と黄色もすごく合うなと思います。はい、今日はこれも着物婦さんで見つけたやつですね。有松なるみ絞りのリサイクルです。はい、リサイクルで着てみて、あ、サイズ合うなって言って買ったやつです。色的にもそんなに暗くないし、雪がしっかりあったの、ん、雪違う、雪はあんまりどうでもね、見丈がしっかりあったんで、あ、じゃあ着やすいだろうなと思って買った次第でございます。雪はだいたいあるんですよないってことはあんまりなくって、ちっちゃいサイズでも、うん、あの長すぎるってことはあるんですけど、雪が足りないってことはあんまり私はないんですよ。大昔のなんか名船とかならまあまあね、あるけどね、そういう雪がね、50いくつのとかたまにあるからね、うん、はい、今日こんな感じですね。大体でも大人が着るやつって胴回りが大体みんな同じだから着れるんだよね。はいはい、こたび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 だよ。はい、そうそうそう、なんか身幅がここがすごいでっかくって、ここの袖幅が少ないとかはありますね、リサイクルのやつで。うん、ミチッとしてて、そ、腕が短かった人なんだろうなと思うんですけどね。今日何したっけ、あ、栗、あ、どんぐりのかんざししてます。はい、で、古今堂さんのおろく串です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。もうすっかり前髪が伸びました。はい、なんとかしなきゃ今日はこんな感じで過ごしたいと思います。まあ、特に何もないです。お盆はそれぞれですなという話ですね。でもこれ本当に難しくって、特に県をまたいでお嫁に行った人とか結婚された人とか、お盆休みだと思って行ったら、もうこの日はお墓参り終わったよとか言われたりとか、そういうのって結構あるんですよね。えっていうのはあるんですよね。しかもお墓参りの時間帯が違うとかもあります。マネージャーの地域はお盆のお墓参りは夜するんですよ。で、朝掃除しに行くんですよ。で、なんか暗闇の中で何かを燃やしてお墓をバンバンバンって叩くんですよなんか藁なんかな、よくわからんげんけど、それスーパーでも売っとって、その富山のスーパーだけなんですけど、もちろん金沢ではないです。そんな初めて見たんですけど、それを燃やして、お墓の一緒叩くんですよ。その多分なんか厄除けみたいな意味合いがあるのだと思うんですけど、私は夜にお墓に行ったことが一度もなかったんで、まずそれで怖かったのと、墓地で暗いところでポツンポツンとそれをやってるんですよ。だ、松明が動くんですよ、暗闇で。わーっていや、気が狂ってるんじゃないかみんなと思ってめっちゃ怖いと思って衝撃でしたね、二十歳の娘にはうわ怖いと思って、いや、そんな風習があるなら言ってよ、ちゃんと最初に説明してくれなきゃわからないじゃんと思って、ただの肝試しじゃんこれっていう感じだったんで、それなんでそうなのか、なぜその時間に行くのかっていうのは未だに説明してもらってないのでよくわからないんですけれども、その地域、その村、その集落ごとにいろいろと個性があるんですよね、うん、だからなんだろう、うん、自分のとこだけが普通って思わない方がいいと思いますで、自分のとこだけが普通で、他のところがそれ以外が異常とか、それ以外が変って思ってしまうと、それはすごく思わぬところで人を傷つけることになってしまうので、特にまあ私も気をつけなきゃなと思ったのが、やっぱり子供を持つお母さんお父さんで、子供が結婚する
あのっていう時にやっぱり違う育ちの環境からあの自分の義理の息子義理の娘になってくれる方が来てくださった時にその子のバックステージをちゃんと理解してどこで生まれて育ってる方なのかっていうのがちゃんと理解 しないと自分たちの掟の中で当たり前になってるとはこの子常識がないっていう風に勘違いしてしまうんですよね。でもそんなねみんな大事に育ててもらってみんなそれぞれ誰みんながねみんなが自分たちもみんなが誰かの親のね宝なんですよ、うん、宝じゃない人は誰もいないんですよ。宝じゃない命は一つもないんですよ。だからけなし合ったりしない方がいいと思うし、あの常識がないっていうのはあの若いから年だから自分が年を取ってるからこの子は若いから常識がないというふうに思っては絶対に損をすると思うんですよね。やっぱりそれぞれの生まれ育ち風習があってそこには意味があってそこには郷土のあのなんていうのかな特徴があったりそれに合ったものでこう成り立ってるからそこを知るっていうのはすごくロマンがあるじゃないですか。物語があって楽しいじゃないですか。あ、こう、この地域はこういうことがあったからここであのお墓参りをするんだこの時間にとかね、そういうことまで分かるとより一層違うところの文化に触れて楽しいとかそのより深い感情が生まれると思うんで、あのそういうところは大事にしたいなと思いますね。ところでなんで夜お墓参りするんでしょうか誰か教えてほしいですはい、ということで今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、あのそうですねそんな感じでございますね。私のバックステージはあの能登の田舎なのであのまず墓地ではないんですよね。お墓があるのかあの山のなんていうのかな峠のところに父親側のおじ父親側の親のお墓があって母方のお墓はあの田んぼが見渡せれるところにあるんですよね。なのであの周りにいっぱいお墓がある墓地で お墓参りをしたことが一度もなかった人なんです、私自身が。でも私にとってお墓っていうのはその自分たちの土地にポンと建てるのが普通だと思ってた人なんですよね。そういう風なとこそういう環境だったからだからあ違うんだっていうのを知ってわなんか知らないことが多いっていちいちわからないと思ってあなんかいろいろ違うんだって思いましたね。うん、墓地は怖くて入ったことが一度もなかったしお墓がいっぱい並んでたらなんか怖いなと思って、うん、迷いそうで怖いと思って行ったことなかったんでなんでなんか私らのお墓私の生まれたとこのお墓参りっていうのは本当にじいちゃんとばあちゃんに会いに行くみたいな感じのお墓参りだったんで、うん、なんか、うん、その集落の風習みたいな感じではなかったですね。どちらかというとねじいちゃんとばあちゃんの好きなものを持って行ってお墓の掃除をして挨拶をしてみたいな感じでしたよね、懐かしいですわ。また行きたいなと思いますね。能登なんでもう、うん、でもまだ道がちょっとあれなんで、うん、容易には行けない感じですけどね、いつかまた落ち着きましたら行きたいなと思いますね。ばあちゃんにも会いに行きたいしね、そんな感じでございます。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。あ、皆様もね遠くまで移動される方は気をつけて行き帰り道中、車の運転は重々気をつけて、お里帰りされてください。はい、それでは皆様良い一日を。
それでは皆様お願いします。チャンネル登録はこちらこちら、よろしくよろしくよろしくやっほー